どうも、タカヒロ GT です。ご視聴ありがとうございます。今回はですね、S6 用のブリッツアドバンスパワーエアクリーナーというのをね、購入しましたので、そのご紹介と取り付けの方をやっていきたいと思います。でね、僕のね、S6 にはエッジケースのね、純正据置タイプのエアクリーナーが付いてるんですけどね、まあ、なんていうかね、まあ、そろそろ物足りなくなってきたというか、まあね、こういう、なんていうのかな、キノコ型っていうのかな。まあ全部買いちゃうやつですね。まあそういうのにいずれ買いたいなとは思ってたんで、今回購入しました。で、ね、なんでエッジケースじゃないかっていうと、まあまずね、このブリッツのやつがなかなかかっこいいというかね、まあそう思ったんで、あと僕の S6 には、この間ね、シュピューゲルのサクションパイプキットをつけたんでね、まあそれに合わせた形になりますね。でご覧の通りね、なかなかかっこいいじゃないですかね。まあ見た目も大事なんで。でね、まあこのまま取り付けるんだったらすごく簡単なんですけどね、先ほど言ったように、僕はシュピューゲルのサクションパイプキットをつけてるので、ね、このね、パイプが別に必要です。はい。でさらにね、これね、切んなきゃなんないんですよね。まあご覧のように1回切ったんですけどね、まあ、片側2センチで片側3センチと。で実際に3センチ切った方はね、実際は4センチ切るべきでした。はい。それはね、後ほど分かります。でね、あとね、自作でステーを作んなきゃなんないんですよね。でこれはね、カインズホームで売られてるクロムメッキというステーなんですけど、まあ簡単に曲がるステーですね。まあ、これをとりあえず買ってきまして、これで自作するわけなんですけどね。ではね、取り付けの方をやっていきたいと思います。でまずね、純正のエアクリーナーを外していきます。僕の場合はね、先ほども言ったんですけど、サクションパイプキットをつけてるのでね、まあ、それを外すだけなんですけど、まあ、純正だった場合ね、ここは 5.5 ミリ の、 ソケットレンチで外さないとならないんでね、その辺注意です。意外に 5.5 ってなかったりするんでね。はい。でこれね、まあね、金具で止まってるだけなんでね。あとまあ引っこ抜くだけですね。まあ、この辺は簡単です。で外れましたね。で僕はね、このね、エッジケースの純正据置タイプをつけてたんですけど、まあね、3000キロもいってないんですけど、ちょっと黒くなってましたね。でここの部分を外します。これはね、純正だった場合は必要ない作業ですからね。はい。でね、エアクリーナーの底の部分を外すんですけどね、ここはね、10ミリの、ボルトで止まってますんで、それを外していきます。ここはね、1本だけですね。で、これがね、外れましたら、あとね、グロメットっていうのでね、2箇所止まってるんですけど、それはもう引っ張るだけで簡単に取れますからね。こうやって引っこ抜く感じですかね。で外れました。まあ簡単ですよね。それではね、取り付けの方をやっていくんですけど、まあ、とりあえずね、仮組みをしていきたいと思います。はい。それなぜかというと、ステーをね、自作しなきゃなんないんですよね。でこのステーはね、純正のエアクリーナーのステーにつなげていく形に今調整してるんですけどね。でこのね、先ほど切った L 字のパイプなんですけど、2センチ切った方を本体側ですね、で3センチ切った方をエアクリ側になります。はい。でこうやってね、まあこんな感じかなっていう感じで、調整していくんですけどね、これが案外、まあ、大変でした。である程度ね、位置が決まったら、ペンチでね、曲げて調整していきます。でね、まあこのステーね、加工するにはまあね、加工しやすいんでいいステーなんですけど、ただね、耐久性がちょっと不安というかね、あと鉄でできてるし、
あと結構ね、あの揺れるんですよね、うん、取り付けた後ね。なんでまあいずれはあのアルミでできた、まあ、硬いステーで作り直したいとは思うんですけど、まあ、今回はね、このステーでいきたいと思いますんで。で大体こんな感じだなっていう仮組みをしましてね、うん、で取り外します。で今度はね、この付属してくるレインプレートってやつをねつけていきます。これはですね、あの純正のエアクリーナーのステーを外しまして、その間に挟み込むって感じですかね。なんで今ねその純正のステーを外していきます。でね、取り外しできましたらこのレインプレートをね、挟み込んでいきます。こうやって挟んでね、またね、戻していく感じになります。でね、レインプレートの取り付け終わりましたけど、結構これね揺れるんですよね。でおいおいねこれがね当たってねガラガラ音が鳴っちゃったんで、でこうやってね、自作しましてね、ゴムのクッションみたいなやつですね、スポンジゴムっていうのかな。でこれね割と耐熱性のあるゴムでできてますんで、まあ大丈夫だと思いますけど、これをつけてからね、なんなくなりましたんで、はい。ではね、いよいよ本体の方を取り付けていきたいと思います。ただねノーマルだったらね本当に簡単にできる作業なんでね、ただねこのね同じようにサクションパイプキットをつけてる方だったら非常に参考になる動画だと思うので、でこのねボルトとナットはあのこのエアクリーナーについてきたやつですね。でこれでステーを止めていきたいと思います。でこれはね、まあ、ステーこんな感じでついてますっていう、まあ、画像ですけどね、まあ、参考になればっていう感じです。で取り付けがね、とりあえず完了しましたね。でまあね、エンジンの方をかけていくわけなんですけど、これねあのレインプレートに当たってますね、まあ、先ほどそのレインプレートのなんか振動対策みたいなのねしましたけど、それとはまた別の話なんでこれね、でまた取り外しましてね、あのこの L 字のパイプ の3センチ切った方をもう1センチ切ってね、あの計4センチ切ったことになるのかな、それでまた取り付けまして、まあそれでようやく大丈夫かなっていう感じで、はい。でもう一度エンジンかけてみたいと思います。まああの住宅街なんでねあんまり吹かせませんでしたけどね、まあとりあえず取り付けこれで無事完了ということで、はい。それではね走ってきましたんでその動画をご覧ください。はい、それではね、ブリッツのエアクリーナーですね、ブリッツのアドバンスパワーエアクリーナーってやつをね取り付けましたけど、はい、それをつけてねまあしばらく走ってきたんですけどね、行きましょう。ではね後ろの窓を開けたいと思います。まあこんな感じですね。はい、どうでしょうか。うるさい、あのコーって音がねかなりすごいですよね、あの吸気音自体はねすごくね低音になったと思うんですけど、このアクセル奥の、まあ、吹き返しっていうのかな、それがすごいですよね、カコーってやつ、はい。でもね思ったよりうるさくないかなと思います。ちょっと閉めますね、今後ろの窓閉めました。はい、まあ踏んでってる感じだとそんなにしないんですよ、まあ、むしろね低音になって、僕は良くなったと思います。
僕は前ね、純正据え置きタイプをつけてましたけどね、H ケースのね、まあ、それをつけてたんですけど、そっちだとずっとスーって音だったんですよね、でもこれの場合はね、ゴーって感じですね、この音。はい、なかなかいい音です。でレビュー見るとね、結構うるさくなるって聞いたんで、いやーどうかなと思ったんですけど、思ったほどじゃない僕は。で今思ってみれば、その純正据え置きタイプね、それでも十分うるさかったなって感じしますね。むしろそっちの方がうるさかったってことで、加速していく、踏んでいく感じだとこっちの方が逆に静かなのかなって感じします。ただアクセルこうやってね奥にするとカーッっていう音がねすごくなりましたけど、あとまあなんていうかパワーアップしてるかどうかの話なんですけどね、まあパワーダウンはしてないと思います。はい、僕はねブリッツじゃない、あごめんなさい、 H ケースのフラッシュエディターを入れてるんですけどね、まあフェーズ2ではあるんですけど、まあその組み合わせとあと H ケースの、マフラーが入ってますんで、まあ、なかなか大丈夫じゃないですかね。大丈夫っていうのもおかしいんですけど、なんていうかね、これ例えば加速していく感じとか、こうやって低速で走っててもそういう、まあ、かぶるみたいじゃないんですけど、そういう症状もないですし、実感としてはすごくパワーアップしたっていう感じが正直なところ分かんないです。でも悪くはなってないと思うんで、さっきも言いましたけど、僕は H ケースの純正据え置きタイプから変えましたけどね、純正のイヤクリから変えればさらにその違いって出たかもしれないですね、ただ僕ね心配事があるとしたら結構揺れるんですよね、揺れてるんですよこれ。それが不安です。で僕ね一応とりあえずね柔らかめのそのステーで止めてるんですけどね、でそれは仮としてまあいいステーをガチガチのステーをつけようかなと思ったんですけど、逆にしない方がいいのかなとかちょっと思ってきて、まあそのぐらい揺れるんで、どっちがいいかなとかちょっと考えてます。あとなんかねアルミの板みたいについてくるんですけどね、それもなんか揺れちゃうんですよ、結構振動がすごいんでこの車、まあゴムを挟ましてますけどね、ゴムというかなんかスポンジみたいなやつね、スポンジゴムみたいな、それでまあ今のところ解決してますけどね、なんでやっぱ損壊揺れるんで耐久性が不安かなっていう感じはありますけどね、まあ作業としてはね、まあその僕はねシュピューゲルのサクションパイプキットをつけてるので、まあ大変でしたけどね、まあノーマルからつけるんであればすごく簡単だと思います。はい、しかもその振動っていうのもそんなないかもしれない、そういう心配も、なんでその辺はお好みでって感じですかね、はい、よし、ここを曲がってもう一回加速してみます。ちょっと窓開けてみますね。よし、はい、まあ、こんな感じですね。その吸気音自
体はそうでもないっていうかね、そのなんていうか吹き返しの音かな、それがすごいですね。はい、まあ真後ろにあるんでね、それがあれですよね、まあしょうがないというか、まあより聞こえるというかね、はい、僕は割とね気に入ってますね、まあ先ほど言ったようにやっぱ耐久性がちょっとどうなのかなっていう感じがしますけど、その辺は気をつけていきたいと思います。あとねメンテナンスですよね、これは5000キロに1回なんか掃除するみたいですね。であまりにも汚れてるようだったらその中身を変えられるみたいなんで、まあ、それは別で売ってるみたいなんでね、まあ、その辺をちゃんとすれば大丈夫じゃないでしょうか。はい、てな感じでした。で今後のね使用感みたいなね、その耐久性とかその辺は今後の僕の動画の中で、お伝えしていくとは思うんでね、また今後ともよろしくお願いしますということで、今日はね、この辺で失礼したいと思います。ここまでご視聴していただきありがとうございました。またお会いしましょう。よしよし、わー。